しいのか、日本での伝道が難しいのかっていう根本を教えていただいて、だからこそこう敵を知る必要があるという視点からの仏教講座で、それが非常にためになりました。なので機会があればまたお分かちしたいと思います。あと、次に言おうとすることは、ハプニングですね。すいません、ちょっと物忘れが最近激しくなってハプニングなんですけど、よくこう対外奉仕たまに行かせてもらうと、まあこうやる自分のこう任せられる奉仕も結構事務的なことが多いものですから、伝道師の先生なんですかとか、チャイスクールの先生なんですかとかおっしゃっていただくことが多いんですけども、まあ、普通の信徒なの で、 いやただの教会ですっていつも言うことが多いんですけど、今回初めてなんかこうある教会の牧師夫人の方から、もしかして西村のぞみ先生のって言われて、奥さんじゃないですよって自分だけ言ったら、いやそうじゃなくてって、えっと思って、そうじゃないですよ、何なんだと思ったら、妹さんですか。全然問題ございませんけど、西村美智子さんからはお生まれしていないということなんですね。まあ、普通に農家の方でされてましたと、その時報告しました。で、あとですね、学んだことですね。で、今回本当にたくさんのこと学ばせていただいたんですけども、個人的にはやはりそういうこう後ろで、まあ受付をさせていただいたりとか、グッズ関係の方の奉仕やプロジェクターの奉仕などこう陰で奉仕して、またこう祈るっていう機会がすごく多かったんですね。で、その中でこうやっぱり前に出る人たちのために祈ることがすごく大切だなっていうことを教えられました。で、私自身これから社会人として働いていく中で、きっともうあまりこう教会の奉仕活動にこう具体的に参加していくっていうことがすごいこう信仰面での戦いにもなってくると思うんですけど、でもそこでじゃあ諦めていいのかっていうと、決してそうではないと思うんですよね。皆さんがミッショントリップに行かなかったけれども、でも献金やお祈りでサポートしたように、私もこれからは背後の祈りや献金でサポートしていくっていうことが非常に必要なんだなと思って、そういった新しいチャレンジを受けたことが非常に感謝でした。なので、これからしていくことは本当に私もここにいる皆さんの仲間として、まだユースの仲間でもありますけれども、仲間として本当に教会を支える一員となっていきたいと思いました。本当に非常にありがとうございました。